はい、どうも皆さん、こんにちは。秋藤です。前回、途中まで道を引いてたんだけど、ちょっといろいろと補充してね、今回こそは、次の村に到達したいと思います。前の村に戻ってね、足場とかも確保してきたんで、つうか前の村に丸石がいっぱい置いてあった。さあ雲の上まで登ってきました。ここの足場は一応置いとこうかな。何かしらで下に降りたくなった時のためにいろいろ掘れそうだし、ね、この山。でレバーがちょっと足りなくなりそうかな。レバーを補充しよう。ぐらいいるかな。とりあえず30ぐらい。じゃあ道はここまでできてるんで、こっから先はあとは下り道を、どの辺から、この辺かな、この辺から下っていく感じで作ろうと思います。よいしょ。ここまでは線路を引いとこう。さあ、でこっから やりますか。よいしょ。おっと、落ちる。ああ落ちる。こんな感じで、まあ、階段状に伸ばしていこうと思うんだけど、まだむずいよな。うまいこと。うまいことをするのが難しい。そうっすね。で、ここ。ああ、違った。違ったな。下を置いて、横を置いて、下を置いて。ああ。すぐ落っこちてしまう。ああ違う。Thank you.
ああ、違うよ、そこじゃないよ。いや、長いな。ああ、全然違うとこに置きまくってしまう。動くっていうのがむずい。あー違う。ここ。感じだ。まだ地上につかんの。ちょっと地上が遠いぞ。どんくらい、まだこんなにある。まだこんなにあるわ。むずい。むずいし、あとさっきから俺の体が動きまくっとる。今はモンスターに構っている場合じゃないんだ。あとちょっと。いや、そうでもない。まだだ。あとちょっととか思ったけど、まだだいぶあるぞ。ああ、邪魔しないで。邪魔。邪魔しないでください。はい、皆さん邪魔しないでください。ご飯、ご飯がいるよ。ちょっと泳ぎつつ、俺今泳いでっから。ちょっとなんだけどな。あとちょっとがめっちゃ長えな。
ああいうの一回集中力切れるとまた難易度が爆上がりするわ。モンスター同士でやっててくれ。朝になっちゃいましたね。モンスターがいなくなってくれてありがたいんだけど。ちょっと一回このお水回収しとこうか。まで泳ぎます。よいしょ。だいぶ降りれたっしょ。ここにパワードレールを置いて、あー違う、難しいな、あーレバーを無駄にしてしまった。レールは無事足りそうっすね。長っ。めちゃめちゃ長いぞ。だいぶ地上が近づいてきたけど、あーやってしまった。これくらいだったら、これくらいだったらまあいいわ。もうあとは足場を組んでやろう。
あ、楽。足場っていいね。あ、ギリ届かない感じか。ちょっと村から離れすぎ？ちょっと余計なものは削るとして、もうちょい先でもいいのか。いや、まあ、ここをちょっと平らにしたいな。ちょっと、これ削りたい。これ削ったら、そう、ここめっちゃ浮いてんだよね。あ、高さ的には、ここに合わせるぐらいがいいのかな。ボコボコな村だから。もうちょっと、こう、村側に寄せようか。もうちょっとだけこの辺で。こんなもんかな。こんなもんで、この馬小屋の裏ぐらいに、おりますか。うん、こんな感じで。ちょっとぐねるけど。で、ここにはレールはもう引いてしまおう。レバーが足りん。よし。結局この最後の最後で距離感を微調整することになるよな。よっしゃ。
こうだね。レバー3つで足りるか？よし、じゃああとここと。スタート地点がここと。はい、完成。いやー、頑張った。頑張ったけど、時間あとどれくらいだっけ？もうあと10分もないな。この村もご覧の通りボッコボコなんすよ。浮いてるわ、穴開いてるわ。ここも下洞窟っぽくなってるし、どうしようかね。全体的にまずは平らにしていっても、この辺とかも全部なくしちゃってもいいのか。でもこの建物好きなんよな。コンパス入ってる。この建物好きなんよな。この下はもう完全に洞窟っぽいしね。洞窟っていうかな、空洞だしね。一回おねんねして。ここベッドあるか。もうベッドはないな。まずはこの村全体を、ベッドが全然ない。あ、よし。まずは、この村全体的に平らに、せめてちょっとでもこうボコボコ感をなくせるようにしたいな。さっきのチスト、このチェストにとりあえずもういらんくなったものはしまっといて、今いらんもんはしまっといて、んで、シャベルの出番だね。できるだけ平らにしていこう。高さをもうどこに合わせるかが大問題ないよな。ここは削ってもさ、穴まみれ。で、ちょっとやっぱさっきの馬小屋のところ、馬小屋もこれ1個浮いてんだよな。馬小屋も
この高さに合わせてやるか。こう。ああ、違った。こうね。こんな感じで馬小屋の足を作って。で、そしたらこの高さ。この高さでいけるかな？高床式は高床式で残せばいいんだけど、高床式すら浮いてるから、高床式のはこれ足を増やすかな。もう全体的に足を増やして、で高さはここに合わせるみたいな。いやでもな、こっち低いんよな。てかこの村も広いな。あの上にもお家あるし。この村むずいぞ。どうしようね。ここがあまりにもな、難易度高いんよな。この高床式は、足を伸ばしてみよう。それで、まあ、気持ち悪くなかったら、伸ばす感じで。よし。ちょっと作業台を、どこに置こう。とりあえずこの辺とかに置いとくか。この辺に置いて、アカシアのフェンス。これで、とりあえず足を伸ばしてみる。こんな感じで。これくらいだったら、これくらいだったらまだ、こんな違和感もないかな。問題はこっちよな。伸ばす伸ばさないっていう次元じゃないもんな。これ、2階建てにすっか。ここをもっと削って、だから高さを、この高さぐらいにして、2階建てにするか。で、この辺はもう埋めていくと。さあ。お時間になりましたね。この村は整地マジでむずいぞ。むずいけど、それはそれで楽しいような気もするっていう。
でも階段をもう一個つけて、ここ削ってもいいな。これも。いやー、めっちゃ浮いてるよ。ぷかぷかしてる。こんな感じで、まあ、ちょっと高さを揃えていきたいと思います。本日ここまでです。ここまでお付き合いいただきましてありがとうございました。